はい、こんにちは、こちらです。今日はですね、ショップのスタージュエルの購入やスタミナ回復などこちらです。今ですね、優勝ジェルの方は、スカウトチケットが来た場合は買いまして、来なかった場合はハイファイデイズの衣装が買うので、これは置いといて、今無償スタージュエルは 27,897 個あります。はい、その前回のフェス限の時、おとついのフェス限の時は8万ちょっとあって330連だって230連引いたのか、で100連分ぐらい残ってました。でちょっと100連分プラスぐらい今あるのかな、あると思うんですけども、今回はですね、明日からの月末っていうのかな、もう月末ではないけども、限定ガシャ、アニバーサリーガシャが来ると思うんですけども、そちらに向けて他になんか受け取るものはないかなと、スタージュエル、無償スタージュエル受け取れる手段はないかなと考えておりましたところ、またその前回のフェス限の当たった SSR とかレアとかね、 S レアとかの特訓とかもまだまだ全然進んでないんですけども、それよりもこれがあるなと思ってですね、こちらのイベントのコミュのですね、ここではイベントのコミュが見られます。これでもいいかな、これのここ予告ってあるじゃないですか、この予告の部分がですね、思い出の鍵1個使用でスタジュエル25個もらえるんですよ。でイベントごと、1つのイベントごとに2つ予告があるんで、だいたい1つのイベントで50個手に入ることになるので、これでね、僕は確かね1回も受け取ってないので全部残してあるんで、今日はですねこれを受け取る動画になりますね。適当じゃありません。証拠ムービーなのでね、証拠動画として残しておくだけなんで、ね、これで、言いたいことは終わりなので、あとは、見たい人だけ見といてください。では、受け取っていきましょう。ノーカットで お届けします。俺、初めて使うの、思い出の鍵。今まで俺、思い出の鍵が実装されて一回も使ってこなかったんですけど、初めて使います。どうなってんの？ボイスなし。しっかりスキップしていく。なるほどね。そういう風になるのか。いや、もともとあれか。もともと、確か予告のやつが、あれだったんですよね。そんな早く早めに出るんじゃなかった早めじゃなくて、もともとなかったんですね、予告が。もともとは予告がなくて、で最近になって、やっと、最近かな ?1 年前ぐらいかな前ぐらいから予告がつくようになって、で、それに止まって、他のね、この辺の昔のイベントも予告が新しく実装されたのかな、ね、予告以外はね、僕は全部受け取ってるんで、もともと全部1万ポイントまでは前が行ってたんで、忙しい時期でも確か全部1万ポイントは持って行ってたんで、大丈夫なんですけど、ただね、予告だけはとりあえず残しといてね。なんかあった時のために。実際なんかどうしてもスタージュエルが必要な時に受け取ろうと思ってまして。今しかないなと。もうこの機会にやっていくしかないってことでやっていきたいんですけど、これいちいちこれは、戻んの。上に戻れるのムカつくな。はい。これの貯めてきた思い出の鍵が、どんどん消えていく。この動画の視聴の時間、もう1分とかだな、これ。誰が見んねん、こんなん。ですがね、僕は気にせずにやります。ただ、多分ね、途中で録画が落ちたら終わりです。今日はこのスマホの限界にもチャレンジするんで、何分までちゃんとこうやって録画できるのかっていうね。ガチャ動画でね、結構その40連ごとにこうカットしてたと思うんですけど、あれはね、ラグを取ったらね、すぐ途切れる、すぐ動画がね、バグるんで、それをビビって、毎回途切れしてたんですけども、ね、今回はもう限界までさせる。録画できてなかったら、俺はこの動画を投稿できないってことになりますから。ただ一人で黙々と受け取る作業をするという、悲しさを。やるだけなんで。いや、これ、長えな、これ。何分なんね。次、ゴキパーね。
まあ、思い出の会議は余裕で足りるんでいいんですけど、これコキパやってたっけ俺。一応やってんのか。1万ポイントは持っていたんかな多分。ランキング報酬のタウトの方は確かね、僕受け取れてなかったと思うんですよね。いってるな。5はまだいってるな。さっさっさ。怖いな、録画止まるせやな。一旦停止して、ノーカットじゃなくなる。そうなるとノーカットじゃねえ。ノーカットじゃないけど、あれはもうノーカットってことでいいですかね、あれ。マジ止まりそう。怖え。結構受け取れると思うんですよね。いやー、2年間もためるとやっぱりイベント多いね。次、もうチューリップか。でも、チューリップほんまに昔やってんね。チューリップが昔すぎて、びっくりする。チューリップの背景にダウンロード入ったし。ほい。次。これか。オルゴールね。あーにゃっと。コウメちゃん。録画時間が。10分までに絶対終わらんな。一つのイベントだって40秒ぐらいかかってるよ、これ。終わらねえ。おっと。ちょっと、さすがにちょっと。一旦止めます。ノーカットとか知らねえよ。よし。ああ、落ち着いたな。オッケー。ね。ちょっとね。ワンワンワンと言ってましたかね。落ち着きはったらしいので。さあ、続きをやっていきましょう。さあ、アイデアだけ見ていい。アイデアだけ見まーす。クソ野郎。さあ、見しておくれ。皆さん、お待たせしました。私たちがお送りするイベントが開催ですよ。あ、私、トトキアイリです。楽曲はもちろん、絶対特権主張します。いっぱい楽しませちゃいますから、待っててくださいね。私だけの特権です。すっげえ早くちゃったな、今。すっげえ早くて草生えるな。さあ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 、どんどん行こう。お風呂飲んだ42度。すげえな。さあ行きましょう。次と答え。はいはい。思い出の鍵はなくならない。もう一生なくならんのかな。打ったりしなければ。ほんで、こっちか。イエッサ、ほほほ。シュッシュッシュ。次は、つぼみね。つぼみか、つぼみはね、曲がね、苦手だからね。次が、バルキリア。マジで多いな、これ。やべ、めっちゃ多いやん。ほい。大事な証拠だから、これはすべて。
さあ次ワルキリアの次はあ間違えた、明日また会えるよね。おこれでもまだ1年経ってないかだいぶ残してたなそう考えるとだいぶえな。トゥ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 、で次が、あでも結構もう来た、尋常見てないと、あーもうこの時期か、そうか、結構なんか最近のイメージがあるな、この辺全部チューリップとかも、だいぶ前やな。そういう意味では結構な前ですね。よいしょ。次、最低ジュエルね、最低ジュエルよいしょ。もうね、ノーカットじゃないから最悪ちょっと止めます。消えてほしくない、まだ。その曲だけ再生中って、でラブディスティニー、いや多いなマジでビビるわ、そんな多いと思わなかったな。そりゃそうか、全部読むね。大丈夫、はい、また動画時間は永遠つなくなるじゃんこれ謎の動画時間長さやね、これ。ソウロまた消しとかんと怖いなこれ。特にでも喋ってらんからな、君にいっぱいはな。思い出をもう覚えてないな覚えてねえんだよねマジで、さすがに。サマカニ、サマカニ覚えてるよ、夏にやったやろこれ確か、ちゃかったけど去年の夏でしょ、覚えてるよ、マスプラマジム G っていうやつやったやろ、よく覚えてる、きつかったの覚えてるもん。はい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 、まあ、半分いってないってことだよこれ。1周年イベント、もうだまだやろ、もうちょっとか、あもう1周年か。いやマジでこれ今見たら次のイベントって31日からやったから、ほんまにちょうど去年も同じ、大体同じサイクルでイベント回してんねんなってことは。へえ、初めて知った。俺は1周年とかに持って行って一旦録画停止して、もう一回開き直すか。これで1周年だね、リカとちいちゃんね。この曲もね、ドゥルルルをもうよく聴いてるからな。よし、じゃあノーカットバンドじゃないので続きいきたいと思います。では行きましょう、次行きましょう。次はラブレター、もうラブレター来たよ、もうすぐじゃんラブレターとか。ラブレターとかこの前じゃん、この頃から MV が一気に進化したよね確か、一気になんかこう
コマ分けみたいなのがされて、すげーっていう印象がござんす。お、もう次ストーリーか。シブリンとチャンミオと。これが初めてのあれがライブパレードやな。確かね。パレードの初パレードですね。パレード、そうか、もう1年経った後に来たんかってことは結局。そうかそうかそうか。ここでは、イベントのコミュが見られます。で、Z to the future。ディーナと夏吉。大量思い出の限り、マジでつかみじゃないの。まあ結構確かあれ、お、結構なお金で売れたよね。だからまあいいかなっていう、最悪売ればいいかっていう感じですけども。で、愛くるしいですね。はい、来て来て来て、さっさっさ、予告もね、これだ、確か全部終わったら結構もらえますよね、確か。後でプレゼントボックスから受け取りますが。で、どこや、あ、これがフリップフロップね。もうフリップフロップも来たらもう一瞬でしょうよ、ずっと言ってるそれ。あー、もう無理だよ、もうネタ、もう喋ることない。疲れた。次々、行こう。ほい。次。あ、次、ライバル2個目かな。エヴァモアか、これは。ミカネとミク。ミクですね。タイトルでどうしようかな。イベントコミュの予告。予告でスタージュエル全部受け取ってみた。いや、なんか変な。なんとかしてみるか。次がアンキラですよ。12月か。アンキラ12月か。そうか、振り返り動画あとな。お、あとは、あと8ヶ月、9ヶ月か。あと9ヶ月分ぐらい。分ぐらいあるよ。で月が命燃やせよ恋せよ止め、恋せよ止めで130個なんだ。結構使ったね。眠くなってきた、なんか。ここまで見てる人もういないでしょう、どうせいないと思って、さあ作っていこう。次がルナテイクショーとか、ほんまにガチガチの最近に感じねえけど、12時40分ですよ。お腹空いちゃった。おい、お腹空いたよ。次、ライブパレードの、あれか、スイートイッチか。そろそろアイリンの報酬で欲しいよね。で欲しいな。スタドリ使うのに。
ここではイベントのコミュが見られます。2年間ぐらいのスタドリを1年半ぐらいか、いや ほぼ2年間のスタドリを使いたいのに、ファンファンファーレー、ポジティブパッション、ほい、うわもうこれ20分ぐらいになるやんこれ。桜の頃、2月28日もう3ヶ月か、さっきのやつから。よし、一旦止めるか、これでまた時間が やばそうやから、おっと、では一旦止めまーす。はい、案の定ね、また絶対一回止まるよね、バグってね、また録画が勝手に停止されたので、確かアンサーとシャボンソングとノクタンかなの部分は受け取りました。次行きましょう。いやこれマジでひどいねんな、これエラー発生しすぎやねんな。まあスマホも結構熱くなってきてるからな、そういうのもあんねんなと思うけど、もうですけれどもね、ちょっとねひどすぎるかな。ここではだからちょっと急いで終わらせましょうか。もうセクシーギルティよし、 With you ね、 With you、 With you やったっけ、 With love か、 With B じゃなくて With you じゃなくて With love か。ほい、消えそうで怖い。一旦ちょっと止まりまーす。動きまーす。次、エスパーティータイム。リトルリドル、あー次もう終わりやん。かわいい次。これ終わりか？終わりか？元気になっていただけるここでは、イベントのコミュが見られます。これで終わりだな。よし。というわけで、あとのやつはまだ解放されてないんで、という感じでね、全部受け取りましたね。ではね、何個貯まったか、プレゼントボックス見に行きたいと思います。さて、行きました。受け取りましょう。これを、期限ありの、その他にしたら、OK。あと、アタポンから、可愛いまで
で、全部受け取ります。はい、2050個。おお、結構入ったねこれ。結構入った。これでガチャ画面取ればいいか。これで、はい、29,947 個。いや、たまったたまったね。もう多分あとちょっとまだ石たまあると思うんで3万個いきますね。おお、素晴らしい。というわけでこんな感じでスタージュエルは受け取ったので、明日の限定のガシャね、ぜひ皆さん動画投稿すると思うので見てください。というわけでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもお願いします。あとはね、この前のねフェス限の動画も上がってますので、 まだ見てない方はぜひぜひ見てください。ツイッターサブチャンネルもあります。よろしくお願いします。ではありがとうございました。